アルクダラジオ第2回始まりました。司会は私、ネオチバです。よろしくお願いします。そして本日ゲストはコウノスケ石井に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。コウノスケは今は京都中心ですね。大阪も関西で、関西で基本的に。そうですね。今何歳？今18歳最近なりました。今18歳でもうこれからって感じですね。そうですね。でもこういうテクノの DJ 始めたのは、はい、最近。最近っすね。割と今年入ってからっす。ああ、それまではどんな曲作ったり DJ してる？それまではヒップホップとかっすね。ああ、でもどんなのきっかけにこういうテクノに興味持ち始めたの？もっともっとなんかようわからんけどテクノ聴こうみたいな感じでムーディーマンとか。なんかよくわからんけどテクノ聴こうっつって、はい、これ聴き始めた。ムーディーマンとか聴いて。ああ、ムーディーマンとかね。うん。でもまあ全然テクノが何かハウスが何かとかようわからんくて、うん、でまあ京都の南の方で、うん、野外の、ああ野外レイブけどね、うん、そこで、まあ、ちゃんと四つ打ちを外で聞いて、初めてテクノ、そこで四つ打ちやべえなみたいなっていうことでハマりだしたって。そうっすね。We'll be right back.
Focus.
まり記憶にない曲です。記憶ない時にディグりました。アサリだって、あ、これディグってたんや。そうっすね。関西で同年代で気になってる DJ とかいる？いないっす。正味いない。なんか他にやっぱ海外とかでこの人いいなとかはあるけど。あ、でも同じ年代とかないっす、ね。同じ年代とかない。あんまそもそもディグれてないっす、同じ年代。あ、まだディグりが。そうっすね。いるかもしれんけれども。けどまだちょっとね。そうっすね。じゃあこれからっていうところではあるね。もうさっきからもう指めちゃくちゃ震えてるんだよね、DJ。いやもう、ちょっと、ね。めちゃくちゃ緊張してる。そうなんすよ、緊張してしまって。実はコウノスケめちゃくちゃ上がり症でね、もうあの DJ の現場でいつももう、ブルブル震えながら。いや、そうなんすよ。ミックスしてるんで、もうめちゃくちゃいいよね。結構なんか、ミックスに頭のキャパシティ取られて。あ、もう DJ、もう今喋る余裕がもう、キャッパーみたいな。
DJ 水、同年代の DJ 水も来てくれてるんですが、水原から見て大野助はどんな DJ ですかとかいうのはある？まあ、まず突然の本名に戸惑ってるんですけどまあでも普段大野助って音楽の知識も、まあ、木屋町の事情とかもいや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 、そんなことないです人一倍詳しいキャラなのにこう DJ するとキャバくて手が震えるっていうこのギャップ萌えがそうだね、なんかもう夜しっかり遊び込んでるみたいなところあるけどDJ の時めちゃくちゃ見かけるそれがマジで可愛さをより一層際立たせる良さがあるんやな。選曲も相まってね、そうそうなるよね。余計こんなめちゃくちゃかっこいい選曲してるけど手めっちゃ震えてるっていうのは現在進行形で震えてるっすからめちゃめちゃ可愛いなと。そうですね、トランスレイトって人とトランティエイトとブリッソのブルッソ
モリアそうっすね。あとでトラックリストはコメ欄に貼っておくんですけど、ね、いやちょうど本当に俺がよく DJ とかで使う系統のヒプノティックだけど、結構 BPM135 くらいで上げていきながら、ちょうどこれ3時台とかに聞いたらすごいあのフロアしっかりロックできるようなテクノ、こういう系はよくかけたんです。好きっすね。これなんか、うん、マインドトリップっていう、はいはいはい、アルゼンチンかのレーベルで、フィアターかフィアターか名前読み方よう分からん人がちょっと、いやそうスペイン系は分かんないよね。そうなんですの人のやつ、好きなレーベルですね。アートワークも全部レーベルで統一しててめちゃめちゃ好きです。そう、南米、そう、俺たちが好きなヒプノティック系のテクノ結構熱くて、そうですね、適度にハードでイケイケな感じが上がるんですよ。ブラジル、そう、ブラジルとかにも結構いいレベル何個かあって、要チェックですね。じゃなくて結構やっぱ鬱屈した感情とかって結構テクノで発散したりとかインスピレーション湧いたり俺もするから、うん、そういう面ではもしかしたら結構大都会であればあるほどテクノっていう音楽には適してるのかもしれない、ね、そうっすね、うん、
之助はね、トラックメイクの時ビットウィグ使ってるんだよね、はい、使ってるっすね。最近ビットウィグ使ってる、ビットウィグ、そうビットウィグ使ってる人、俺の周りだとあのユリップさん、ユリウラノさんと本当にあとコウ之助くらいしかいなくて、まだ日本ではね、そんなに普及してないかなって。そうっすね。結構でも使い勝手いいんでしょ。なんか、使い勝手めちゃめちゃいいんですけど、まだ普及してないんで、ね、解説サイトとかがほぼ英語極端に少ないっていうのがちょっと嫌っすね。けどやっぱ触った感じとか UI とかは結構いい。そうっすね、 UI もやっぱ新しいんでめちゃめちゃ綺麗で、最近出たダメだからね。そうっすね。基本的にやっぱビットウィグ使って、まあテクノ作ったりとか、あでもヒップホップとかもまだ作り続けてはいるんですか。そうっすね、テクノはまだあまり手つけられてなくて、基本的にヒップホップ系の。そうっすね。今後はテクノとか自分で作ってっていう感じ。テクノとかエレクトロニカとか作って楽しみですね。
ミックス送らせていただきましたけれども、はい、ずっとあのズボンをあのクリップで留めて落ちないようにしてあのずっと DJ してるっていう。そうなんですよ。ベルトをやるとこがないセットで、もうね、あのクリップで、クリップ2つでも無理やり無理やり止めて呼んだりね、あのありがとうございましたということで、めちゃくちゃいい DJ。 そう、そう、数結構やっぱこういうヒプノティック系のテクノやってるなんかあの同じ仲間っていうかテクノの系の DJ があんまり見かけないから、やっぱあの結構アップビートになってサイケデリックな人たちとか、あ、結構スローテンポで、まあ130くらいまでテクノやってる人が結構いるんだけど、やっぱ結構135くらいのこの、あのグルーヴ感で結構あのこういうねヒプノティックな催眠系のテクノやってる人ってあんまりいないから、そうっすね、まあまあ全然どんどんね日本にまあとどまらずどんどん広く幅広くやって一緒に開けていけたらなと思います、ね、間違いないというわけで本日はコノスキー C の DJ ミックスをお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。